てます。三宅、布引きハーブ園って行ったことある？はい。ロープウェイに乗って標高400メートルの絶景に遭遇。そのまま私たちは面積約16ヘクタールの園内をスタンプラリーするという試練に挑むことになりました。あなたを秘密のハーブ園パーティーにご招待します。それやわ。クラブハウス、ほんま？グラスハウス。危ね危ね。お邪魔します。ハロウィンフェアやん。ウェルカム。ハーブの家。ヨーロッパでは昔から生活の至るところでハーブが使われています。スパイスとお茶。最高。こんなお風呂に入りたいですけど。カサカサしか言えへんで。ちゃんと水も入れてからでいいよ。かわいい。お水出てる。止めに行くわ。あかんで触ったよ。え、嘘。展示物に触ったらあかんから。そうやで。おい、もったいないね、この水。緊急事態やで、今。そういう演出かもしれない。なるほど。罠でしかない。日本の信頼。三宅が好きな感じの、ちゃんと見たい。ユニコーンの顔をした人間が、おじいちゃんの顔をした体赤ちゃんみたいなやつとチューしてる。なんて？おじいちゃんの顔をした体赤ちゃんみたいなやつとチューしてる。ほんまにおじいちゃんそれ？じゃないの？ほんまの人じゃない？ここまで密集してるとちょっとなんか怖なってきたよ。血抜いてる人間みたいな、逆さづりみたいな状態。水抜いた植物みたいな。グラスハウス温室。あー、リアルバナナの木。なにこいつ、なにこいつ、やば。バナナの先からさらに新しい茎が生えて、これ何？バナナ。バナナ、三尺バナナ。おしゃれな道。先ベトナムって感じ、この椅子が。もともとフランスの植民地やから。レベルアップ。はい、ファミリー愛を描いたやつやな。上登るスパイス工房、スパイスの産地。勉強モードやん。椅子とか机結構多いよな。おしゃん。あ、でも匂いがめっちゃスパイスやわ。なあ、カレーって感じ。いい匂い。ファミラン、ファミラン。No。 ここ最高や、スパイスがめっちゃ練られてる。いいな。鼻から吸ったら無線で。なんかあんま分かれへんかも。いや、分かる分かる分かる。おいしいやつ。インド人のやってるカレー屋さん食べに行きたい。温室の2階のとこに繋がってる。あ、そうなんだ。うん。うわ、かっちょいい扉。ここ絶対カフェ行ってまうやつ。でもカフェも結構いい感じよ。あんな上の階を外の眺め見ながら食べるみたいな。いいな、このカフェ。このカフェ行くためのだけに混ぜてる。なるほどな。あそこでご飯頼んで好きなとこで食べていいみたい。誓いの鐘。え、鳴らしに行く？何の誓いを鳴らす？何誓う？痩せる。痩せる。誓いの鐘来たわ。でも誓いたいことがないんよ。なんか叶ってほしい願いはさ、なんぼでもあるけどさ、誓うってなったらさ、ないんよ。これだけは守りますとか、これだけはやり通しますとか。人のものを盗まない。絶対。三宅なんか誓う？ないやん、やっぱり。ないやん。この金の需要ないやん、じゃあ。なんか結婚したり、カップルになった時に、浮気しませんって言って鳴らすとか、幸せにしますとか言って鳴らすんだろうな。ずっと一緒にいます。そうそうそう。そんな分かれへんよ。だから誓うんやな。そんな分かれへんって。怖いわ。なんかあった人の言い草やん、それ。逆にその誓いがあることによって、うわ、なんかもうプレッシャーってなるからどうなんや。じゃあやっぱ需要ないです、あの金には。ほんとに。あ、ハーブの足湯やってるやん。足湯入れんの奇跡で。足湯100円のタオル売っとうけど、私ハンカチあるからいいんやけど。三宅は三宅も OK。 そしたら足突っ込もう。もういい匂いがする。ハーブがやっぱハーブ足湯やから。よし、では足お邪魔します。あった。
たか、普通に風呂。普通に風呂やろこれ。はい。深い？深い。割としっかりちゃう。あったかい。代謝上がりそう。ずっとおる。折れるな。これが無料は激アツやな。500円ぐらい取られそう。いや、足湯めっちゃあったかかったわ。なんか代謝が上がる、ほんまに。ハーブ湯やしか知らんけど、リラックスしたわ。やっと見つけたわ。こいつの場所もなかなか難しかったよ。なかなかやな。なあ、よし、残すあと2個。ハービーを今見つけました。この先でレンジャー見たよって。すごい、かぼちゃなんやって。京丹島みたいな。あ、これバターナッツ。え、うまっ。茹でると果肉がそうめんのようになり、シャキッとした歯ごたえと癖のない淡白食感。どんな調味料とも相性が良くビンズ。へえ、そうめんみたいになるんや。意味わからへんな。かわいい名前見て。レッドフォーフォー。フォーフォー、かわいいね。チェリーボンボンやって。ホットチリボンボン。ホットチェリーボンボン。キーワードを見つけました。あと思ってたキーワードじゃなくて。確かに一文字とか多分あれじゃ。あともう少しだよとか、そんなそんな感じ。うん、きっとね。見て、このバリのリゾートみたいな屋根付きの。さっき見たで。あ、おるわ絶対。じゃああいつ、ほらほら見て、キーワードもう少し、あともう少し。さっきおっちゃんが宝探してんのか言うて、こういうとこにあって、こういうとこにあって、この文字をな繋げるとな、パーティー会場が見つかんねんって教えてくれた。優しい。確かに全然撮ってんかったけど。四季の庭かわいい。このドライフラワーと一緒に作ったコウモリがめっちゃかわいい。いいな。見たことある。 あの枠はお前だ。よし、殺人現場っぽいよな。こっちから通るね。見つけた？早、中川にあると思うやん。なんて書いてる？60歩。あともう少し60歩ってことか。あともう少し60歩。あと一つのワードやな。へえ、かわいい。やっぱイノシシやろ、見るんやったら。鍵のいい音がしてるね。えい、ダイナミックちゃうんや。え、ほんまや。生き物入れてるの、かわいいな。ほい、おお。60歩でパーティー会場が見つかるみたい。じゃあ60歩歩いてみる。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24。レンジャーも見つけた。レンジャーも見あ、パーティー会場はもう少し。めっちゃヒントくれる。ごめん、角出るの忘れた。あ、来た来た来た。こんな分かりやすいパーティー会場ある？これ。イエーイ。すごい、ほんま60や。おーい。何もらえるかな。うまいな。うん。300円相当。いや、ちゃうやろ。いろいろやったから10倍ぐらいになってるやろ。3000円相当のものがもらえる。ハンモック乗り場来た。あ、終電ギリギリやけど。ハンモック乗ろうか。いい感じ。よよよ。眺めは最高。揺れへんかったらもっと最高。ドライ酔いでそんな揺らしたよ。今日は4時45分が終電。割とギリギリに来た。あー、またロープウェイ乗んのちょっと怖いわ。ありがとうございます。ああ、揺らさないで。ああ、もう降りていく方みんな怖いな。そうやな、さっきと違うな。ちゃうよな。下あんなないじゃん。うわ、
何してんの、めっちゃ見てね。あーちょっとほんまに無理。あ、帰りはゆっくりやな。ありがとう、ありがとう、ありがとう。はい、のぶきハーブ園楽しかったです。いい匂いです。なあ、最高やな。ご飯もうまかったし、顔がめっちゃ疲れてんねんけど大丈夫？まだあるで、今日まだあるな。次は神戸で観光しなきゃ、ナンバーワンここっていうところに行くわ。ティリッティリッティリッティ。中国気分に浸っちゃいな。爆裂に美味しいご飯屋さんがいっぱいあるみたいから、どうする？食べられてや。はい、本日も最後まで見てくれてくださり、誠に誠にありがとうございます。これからも頑張って動画更新していきますので、皆様ぜひ応援よろしくお願いいたします。じゃあバイバイ。